こんにちは、にじこです。風さんのツイッターに謎の写真が上がってましたね。これは一体えってなりましたよね、皆さんね。はってはえってなんか何のコメントもなくいきなりこの写真が上がってたんですけど、これは一体何でしょう。何かですか。それとも最近ちょっとキラッキラのゴリッゴリのプロフェッショナルな風さんが続いたんで、ちょっとここらで何ですか、ちょっと休憩しましょうやみたいな感じでこの写真をぶっこんでくださったんでしょうか。意図がよくわかりません。そしてこのね、これ高校時代ですよね。誰もいない教室で一人お弁当食べてますよね、風さんね。お水とこのお弁当がなんか焼きそば、スパゲッティ、焼きそば、なんか麺な感じに見えたんですけど、大きな体をなんかちっちゃくしてね、こそこそ食べてるように見えるんですけど、もういろんな想像できちゃって、今本当はなんか体育の時間で、だけど走るのは好きじゃけど、ちょっとなんとかは好きじゃなくて、なんかあんまり楽しそうなことしてないから、ちょっとわし頭痛いけ教室におるわって言って早弁をしてるとかごめんなさい、そんなこと言ってすいません。なんかいろんな想像ができちゃってね。そしてですよ、謎なのはもう一つ、この写真を誰が撮ってるんですかって話ですよね、誰かが撮ってるわけですよ、これをね。お友達なんでしょうね。なんかいろいろね、いろいろ楽しいことをしてますね。面白すぎます、もう本当に。いやでもこれみんなもう爆笑ですよね。本当にタイムラインがみんなこのこの写真で埋め尽くされてみたいな感じで、ツイッターが面白かったですけどね。いやでも高校時代の風さん、いつもこんな早弁してたわけじゃなくて、いや早弁かどうか知りませんよ。あれ、私ね、あれをリスナーさんに教えていただいて、あのブルーレイを実は手に入れたんですよ。まあでもこれはちょっとね、話すことではないのかなという気もして、ね、難しいとこなんですけど、あれですよね、ほら「報道ステーション」で森野先生が合唱コンクールにね、風さんを伴奏で弾いてくれないかって誘ったっていうあれですね。ものすごく難しい曲で、先生でもなかなか弾けないようなっていう伴奏でね、「優しい威厳」という曲で、歌も難しいんですよ。ものすごく難しくて、こんな歌よく皆さん歌えるなと思って、で伴奏ももう本当に難しそうで、こんなのよく弾けるなと思って、それをなんか初見で弾いたとかっていうね、すごいね、風さんね。耳コピもできて、譜面も読めてね、万能。本当にね。それでね、その時確か銅賞を取ったんですよね。すごいですね。だからそんな、ね、こともあった楽しい高校時代の一コマですね、これね本当に、いやもう何なんですかね、本当に。もう何でいきなりこういう写真をポンと上げるのかね。なんかもしかして次のあれかなとかね、
あれじゃなくてあれかなとかね、いろいろねこう想像しちゃうわけですよ勝手に、うん、今度は若々しいアルバムにしたいということでしたしね、もしかしてなんて思ったり、うん、なんか何なんでしょうね、まあわからない、まあもね、だからなんかこういうのありますよね、前あの私もずっと奥歯の、うん、どこかに引っかかったような感じなのが金持ち貧乏ですよ、あの真相分からずじまいじゃないですかね、あれはどうなってんでしょうね、あのどうなってるっていうよりあの金持ち貧乏っていうあのつぶやきの意味は何なんでしょうね、特にないのかな何なんでしょうね、うん、もうねなんかそういう謎なコメント謎な写真をねたまにこうポンと言葉少なにね載せてくるので、みんなもう一生懸命あれこれ考えてねみんな可愛い本当に、うん、はい、いつかその真相をねあの解明してくれるんでしょうかね、ねちょっと気持ち悪いですよね、奥歯に何か引っかかったみたいな感じがいつもしててね、うん、はい、ということでね、はい、まあこの写真の謎もいつか解けるといいのですが何なんでしょうね本当にね、うん、はい、で、今日はスタンド FM では、メンバーシップの人に一つと、それからぼーっとする時間取ってますかというのを一つ、はい、あげましたので、よかったら聞いてみてください。はい、ありがとうございました。ではまた。